出る出る出る、おはようございます、釣り子 TV です。これ、マスタージグレイドジャパンっていうことで、レイドジャパンの、まあ、なんていうかフルサイズのラバージグって言ったらいいんですかね、まあ、一番オーソドックスなサイズのねラバージグが登場していたっていうことで、早速一袋買ってきてみました。結構ねエグシュンさんがいて、スモールラバージグとかね、ベイトフィネス系のジグとかすごい充実のラインナップになってきたなっていう印象だったんですが、ここに来ていよいよこういったね、使い出のある大物が狙えるね通常サイズのラバージグをラインナップしてきたっていうことで、パッケージがねこういう黄色いデザインで非常にね並んでいて、おなんだ新しいなと思って、よく見たらおレイドジャパンのジグあるんだと思ってね、早速買ってきてみました。じゃあ早速開封、どんなジグかね見ていきたいと思います。よいしょ、なんだ匠なんだ、まあ、こういうのが書いてありますね。はい、で裏に説明があって、はい出てきました。あー本当なんかオーソドックスな感じのねラバージグですね。ちょっとここも取って、針先どんな感じかみたいな、よいしょ、へー、あーなんかコンパクトでスポーンとね魚の口に入り込みそうな、でガードがねどうだろう、これ本当釣り場で使ってみないと分かんないんですけど、なんか絶妙な硬さのような気がしますね。もうちょっと自分の普段使ってるジグだとガード硬いかなっていう印象があるんですけど、デプスのラバージグとかねより若干柔らかいかなっていう感じなんですよね。で針の大きさとかも小さくはないんだけど若干コンパクトかな、ね、針の線形の太さなんかも少し細軸かな、決して細いわけじゃないんだけどって、なんかそういうちょっと絶妙なところを攻めてきてるジグだなっていう印象があります。その説明書きもちょっとね見ていきたいと思います。マスタージグ、究極のすり抜け、ボトム安定性、スイムバランスのトータルバランスに優れたヘッドデザイン、全国のフィールドにフィットする絶妙なサイジング、貫通性と強度を両立した特注平打ち、テフロンコートフック、スナッグレス性能とフッキング性能を追求した、ブラシガード、質感だけでなく太さや本数までにこだわったオリジナルシリコンラバー、JB-NBC 認定不幸アイテムですということで、 11g でこれがね600円でしたね、うん、あとねこれ以外に 7g、9g、11g、14g、18g とね、ラインナップがあるっていうことで、なんか嬉しいのが 9g と 11g のところをね作ってるって、なんだろう、印象としては 7g、10g、14g でいいんじゃないかなっていうところを7、9、11、14ね、ここら辺で分けてくれてるってのがすごいなんかユーザーフレンドリーだなっていう印象があって、あそう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 11なんだよねとか、そう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 微妙に10じゃなくてでも7じゃないから9なんだよねっていうことってあると思うんで、結構自分はやっててねある方なんですけども、そんな時にも嬉しいサイズ展開だなっていうところと、あやっぱねなんかね絶妙なんですよね、そのこれラバージグ好きな人だったら多分ねこれ買って開けて、あなんか絶妙だなっていうね、そういう感触があるんじゃないかなと思う。でフックキーパーはこういう感じね、あの最近流行りのこうワイヤーでピシってねこう完全ロックするっていう感じよりは、なんだろう、トレーラーを取り替えようと思った時はぬるっと取り替えられる、でも保持力は強いよっていう、そんな感じのキーパー部なんではないかなというところで、でツルツルのねテフロン加工がされているっていうことで、まあ比較的太軸のラバージグであっても、あ針先までどうにかねこう届けば、そこからはツルッとねフッキ
キングしやすいよっていう、こういうことなんじゃないかなっていうことで、で愛はこう縦愛じゃなくて横愛ですね。でヘッド形状、これもね、うん、何かっていう感じではない、うん、だからこそ逆にまあスイミングでもカバー打ちでも、そこトントンでもいろいろ使えるんじゃないかなっていう、こんな感じのオーソドックスな感じのね、形になっているっていうことですね。でカラー展開もね、今回こういう地味めなカラー買ってみましたけど、レイドジャパンっぽいね、オレンジ黒みたいなカラーとかね、いろいろこういう地味系だけでなくて、まあベイトフィッシュっぽいカラーもあったし、ちょっとアピール系のカラーもラインナップしてたしっていうのが、釣り具屋さん店頭で見てね、印象としてありました。でラバーに関してはこういう感じね、まあ長さや太さとかもね、吟味して選んだっていう風に書いてあるんですけど、まあこれだけの長さは確保されているんで、好みによってはもう少しだけショートにカットしてパッパッパッって開くようにしたりとか、でもこれぐらいの長さがあればスイミングした時にフレアで踊ってくれそうだし、あとそこにトンって置いた時もモワワワワーンっていう感じで、広がってくれそうなんではないかななんていう風に思いますが、まあね、実際に釣り場で使ってみてですよね、だいぶね、夏のもうカバー打ちシーズンっていうところから一気にね、ちょっと涼しい日なんかも、増えて秋っぽい釣りになってくるんじゃないかななんていうところですけども、そんな時もね、まあこういうラバージグであればちょっとヒラヒラするね、具をつけて、スイミング気味に広範囲で下がるっていうこともね、ありますし、あとはまあ、どんな時でも案外ね、カバーバス大好きですからね、そういうところを、テンポよく打っていきたいなっていう時も絶対ね、活躍すると思いますので、どんなトレーラーつけてやろうかなっていうのね、今から楽しみですけども、早速ねもうちょっと開けちゃったんで一発ね、これ使って、大きなブラックバスいないかなってね、釣りの方にどんどん通っていきたいと思います。というわけで本日の釣りコー TV はこちら、レイドジャパンから出ているですね、マスタージグ、これの 11g、 これをね、一つ買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。